静岡市に常葉大学の草薙キャンパスが開校しました。どんなキャンパスか行ってきました。新しくできたキャンパスにやってきました。見てください、門や塀も一切なくて非常に開かれた場所となっています。どうぞ。今日開校した常葉大学静岡草薙キャンパスは6階建てと5階建ての校舎4棟を構えています。大学語学部と大学院短大部を備え、およそ4300人もの学生が学びます。広いです。たくさんの学生さんたちが利用できますね。日替わりランチ400円、かけそば250円、どれも安いです。およそ800席ある食堂に加え、図書館やコンビニなどは一般の人も利用できます。そうなんですね。新しいキャンパス、どうですか？おしゃれですね。なんか図書館がすごいリニューアルして使いやすくなるかなって。ぜひいろんな意味で、交流を盛んにして実行権をしてまいりたいと思います。新しいキャンパスはアクセスも非常に良くって、歩いて5分ほどのところに草薙駅があります。駅前には飲食店に果物屋さん、お花屋さんなど様々なお店が並んでいます。近くには県立大学もあるということで、今後さらに若い人たちでにぎわうことが期待されています。JR 草薙駅のすぐ横にある蕎麦店では4月限定で常葉盛りを始めました。何ですかそれは？注文する際に常葉盛りと伝えると大盛りが無料になります。卒業生が社会人になって草薙にいいお店があるよと、社会人になってまた草薙を訪れてもらうっていうのも大きな効果じゃないかなというふうに思います。草薙駅から徒歩10分ほどのところには、先月末、県内では珍しいシェアハウスができました。わあ、素敵です。おしゃれなカフェみたいですね。そうですね。どういうスペースなんですか？ここは入居者の方がですね、自由に使えるリビングスペースになってます。リビングやお風呂、キッチンは共有し、個室には机とベッドがついています。住もうかな、いいな。人口の方も増えてきますので、それに期待をしてですね、そこから生まれる経済効果だったりとか、そういったところのお手伝いができれば。学生が多く行き交うようになることで、この地域の表情はこれから大きく変わっていきそうです。